東野義方は、戦国、安土桃山時代の武将。島津市家臣。下佐守。幕根氏の書や父は、東野良健兄は、東野良次良いの衆として、島津義弘に仕える。a 十1年8月、日向国の伊藤義介は、ひしかり氏と交戦中により、島津義弘が、不在の良いの城を攻めるために、家臣。 伊藤雄康配下の佐渡原等々見守るを、桶平次郎に駐屯させた。その年の11月、両県は黒木実利と共に夜中に、本寺、原の古溝に伏せ、翌朝にうずらがりを装った小勢を、桶平城の前に繰り出し上兵を挑発した。両県と黒木は、釣られて、本寺原に誘い込まれた、伊藤軍を釣りあぶせで散々に打ち破る。この合戦の前、 伊藤氏と相良氏が、飯野城を攻撃するという密約の情報が、熊野美奈子氏六郎座右衛門の室で、伊藤義介に滅ぼされた大河兵士三代目、大川平隆二の姉、波からもたらされており、飯野城は事前に防御を固めることができ、相良軍は、引き返すに至っていた。吉弘は感謝し、皆、越に今は亡き大河、兵士の名跡と給料を継がせるべく、 両権を皆越への説得役として使わした。また皆越がいいのに入る、才の出迎え役の一人としても両権を使わしている。元気三年五月四日、木崎丸の戦いが起こると、島津義弘に兵六十人を与えられ、飯野の城から格闘城へ援軍に向かい、城攻め中の伊藤軍を格闘城将、川上忠とも漫画だ集。 吉田衆と共に攻撃して退させる。その後、吉弘勢に合流し共に、伊藤軍に突撃。しかし、貨兵のため軍勢を立て直さねばならなくなり、久保友の御左衛門、野大厨房、鎌田大井之助、曽木春馬、富永行部の五人と共に、吉弘を逃がすべく、伊藤軍を足止めし戦死する。その間に吉弘は木崎丸まで交代し軍勢を、整え、 副兵と共に伊藤軍を攻撃、これを打ちまかす。子孫は鹿児島の宝部に移り、常吉生に返したとされる。ありがとうございます。